厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。即時広告、日本製鉄時間稼ぎか、韓国徴用工訴訟、現金化手続き進むが、日本製鉄即時抗告を行う予定。いわゆる徴用工をめぐる訴訟で韓国最高裁に賠償を命じられた日本製鉄の資産の現金化に向けた手続きがまた進んだ。2018年10月に韓国最高裁が当時の新日鉄住金、現在の日本製鉄に賠償を命じた、いわゆる徴用工訴訟の判決を受け、韓国の裁判所は、日本製鉄が、韓国内で保有する株式の差し押さえ手続きを進めてきた。4日午前0時に、関連書類が、日本製鉄側に届いたとみなす。工事送達の効力が発生し、日本製鉄から、11日までに抗告がない場合、差し押さえが確定する。これに対し、日本製鉄は4日未明、即時抗告を行う予定だと、コメントを出した。判決後、これまで2年近く、韓国の法手続きに応じなかった。日本側の異例な変化の背景に、関心が集まっている。即時抗告が棄却された場合、日本製鉄側の意見を聞く手続きなどを経て、早ければ年末にも売却命令が出る見通し。1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場の日本政府は、現金化されれば対抗措置を取る方針。以上、ネットの情報。以下、韓国ネットの声。ムンジェインよ、日本企業だけを責め立てるのではなく、正義連事件に対してはなぜ沈黙しているのか、徹底的に捜査するべきだろう。ムンジェインは元慰安婦女性を政権獲得に利用し、日本カードとして使った。ところでムンジェインは元慰安婦おばあさんの金を貪った低体教をいつ処罰するのか。どうして処罰しない？ムンサイ以外は自分の支持率のために反日する、国の経済や外交など考えていない、住宅問題で人気が落ちてきたからそろそろ反日扇動を始めなければならない。ユンミヒャン事件を見ると日本はまだマシだ。韓国は同族が後頭部をぶったたいてくることの方が多い。我々の気持ちはどうであれ、請求権協約を結び、すでに賠償金も受け取ったのに、なぜしきりにお金を要求するのか。そのお金を韓国経済発展に使ったのであれば、日本ではなく韓国政府が保証しなければならない。それでもお金を要求し続けるのであれば、当時にもらったお金は一体何だったのか。お前、そんなに韓国が不満なら本国である日本に帰ってはどうか。北朝鮮の南進被害も保証を望む。日本に利する行為はいかなるものでもダメだとしながら、私のレクサスは除外してという、これが反日する人間の実態。日本に対してするように、北韓にも強硬に対応せよ。反日扇動で劣悪な不動産政策を隠せるか。韓国が750億ウォンで作った連絡事務所を北韓が爆破したように、自分勝手に企業の資産に触れるとか話になるか。政府の立場では得がないのに、このようなことに執着する理由は何だろうか。結局政権を維持するために必要だから執着するのであろう。お前は日本を代弁しているのか。ネイバーのコメント欄は日本信者が多いね。お前らは
福島に行って暮らせ。それならお前は中国か北韓で暮らしたらいいと思う。結局我が国の企業が苦しむことになる。半日しかできないのか。お前らはまた半日を利用するのか。韓日請求権協定により日本に対する賠償はこれ以上要求できないという。日本政府の言葉に全面的に同感する。左派は政権を獲得するために慰安婦と徴用工の問題を利用しながら後援金を盗んだ。これがゴキブリの巣窟韓国だ。下手したら日本と国交断絶になる。慰安婦おばあさんにストローを刺す。反日ムン政権で韓日関係が解決するか。反日フレームに騙されている国民よ、精神を改めろ。韓国と日本の関係が良くなければならない理由は何ですか。日本が買う韓国製品も少ないというのに、国防については日本と共存する価値もないようだが、本当に無知だね。この戦いは韓国と日本だけでなく全世界が見ている。すでに韓日両国間で数多くの協定を結び、保証金も6500億円以上もらっているのが現実だが、無理にあんなことをすれば他の国々は韓国をどう見ると思う。そして韓国の産業に必要な各種技術力と化学物品を日本からたくさん輸入しているのを知らないのか。この他にも日本は韓国の輸出国5位であり、ほぼ300億ドル程度の規模があるが、これを放棄しろというのか。お前のようなやつは選挙で投票してはいけない。植民地支配に対する賠償は世界に前例がない。重北のやつらがあれほど好きな。ヨーロッパでも数百年植民地収奪したとしても一銭も賠償していない。徴用賠償とか言い訳して実は進駐重北しようと日本ばかりいじめるようだ。共に共産党よ。人心あらん文禄慶長の役の時、先祖が被害を受けたことに対しても保証せよと言ってはどうか。企業の規模を考えればガム代にもならない賠償金で情けない。政府が今回の判決に乗り出すことは不合理な行動ではないか。外交問題にまで発展させるのはあまりにも粗雑な対日外交ではないか。国民感情を利用する安倍政権とムンジェイン政権、彼らの政治利益のために両国国民の感情の溝だけが深まっていく。裁判所でやっていることを政府に解決しろなんて、日本は法と政府が一つなのか。日本はともかく韓国で政府が裁判所に介入すれば刑務所行きになる。パククネのように戦犯企業がたったの4億ウォンだと、私は400兆ウォンかと思ったわ。そのまま4億ウォン支払って過去を反省する企業の称号を得ろと。なぜ悪い先例を残すのか。他の日本企業に迷惑だ。何を言っているのか。すべての日本企業ではなく少数の戦犯企業のために他の多数の一般企業が損害を受けているのだが、戦犯のリストに上がった企業の数は299社だ。これは少数多数の問題ではない。頑張ってください。不当な私有財産侵害に対しては厳正に国際法的対応をする必要があります。時間稼ぎは私たちにも役に立つ。ムンジェインよ、今回は卑怯に時間をかけず命がけで挑もう。口先だけで時間稼ぎをして政治に利用するのは卑怯だ。日本の時間稼ぎだ。日本の経済最悪だし、それにコロナの再拡散、
この時点で韓国に経済報復することは難しいとみて、時間稼ぎでコロナがある程度収まってから経済報復することに決めたらしい。そもそも三権分立が明白な民主主義国家で、韓国政府に圧力をかけて韓国司法府の判断を変えることができると考えた。日本のやつらの考えが間違いだ。当時 99% の朝鮮人が日本の大陸侵略と太平洋侵略を助けておきながら、なぜ日本が朝鮮に謝罪しなければならないのですか。日本プラス朝鮮が同じように周辺国に謝罪することが正しい歴史です。その次に大日本帝国内で敬重を問い戦争責任を問うとしたら、それがまともな順序です。韓国人もこれからはきちんとした歴史を知ってから、何の責任を誰に問うべきなのかしなければなりません。祖父の時のことで日本に賠償請求するなら、父の時のことである。朝鮮戦争被害者関連を北朝鮮に被害補償請求してください。もう適当な線で妥協しましょう。いくら憎くても隣の国なのに敵にしては困る。日本と戦ったところで外交的に得になることはないのに、このように血のにじむような戦いをするのは反日フレーム政治のためだ。ところが新中新北外交で文政権が得たものは何か、別紙と長老のみではないか。日本に勝つ道、国内の残死日本勢力を除去、強制徴用判決を最後まで押し通すこと、安倍首相がひざまずく少女像をたくさん作って設置すること、日本製品は絶対買わない、日本旅行は絶対行かない、日本の食べ物は絶対食べないこと、日本語は絶対使わない、日本人は絶対相手にしない、最後に地図から日本を消すこと、どうせ沈むんだから。以上、韓国ネットの声。以下、日本国内ネットの声。中国や北朝鮮の現在進行形の人権問題から目を背ける作戦、韓国人に完全かつ最終的に解決したって言っても、反射的にいや解決してないって言うだけだから、お金は韓国政府に全部渡した、韓国政府からもらってちょうだいって言わないとダメだよ。お金を渡したか否かは争ったらわかることで、解決されたか否かは解釈によって分かれるって話に持ち込まれるわ。そもそも日韓基本条約締結当時の日本政府は、韓国で賠償が必要という人たちがいるなら日本政府が直接渡すと言ったが、韓国政府は自分たちで渡すからと言ってこれを断った。大事なのは日韓基本条約で、日本が技術援助金を渡す代わりに、韓国は以後日本に謝罪や賠償を要求して難癖をつけることは一切禁止という条約を結んだということ。日本は韓国に謝罪や賠償するような悪いことは何一つしてないのだから、韓国の妄言に合わせてすでに謝罪した賠償したと言う必要はない。条約で解決済みと言えばいいだけ。なんで安倍は日韓条約で解決済みと言わず、慰安婦合意なんか結んだんだろうな。あれでコリアンが調子に乗った。まず日韓関係の協調を望むアメリカの意向だろ。ここの乱れは中ロ北にアメリカ主導の安保体制に付け入る隙を与えるから、日本側のメリットとしては河野談話等のリセット、もうあの合意以降は国際条約守れで話は終わり。散々言ってるけど、都合の悪いことは聞こえないふりしてるんだよ。
この一点を見ても、徴用問題の本質は、日韓関係を破綻させたい、中国勢力による分断工作、ということがわかる。まあ、それに乗せられて、反日に溺れる韓国人に同情はしない。日韓関係は破綻した方がいい。時間稼ぎなどしなくてよいのに。もう、韓国とは縁切りでお願いします。どうせこのチキンレース。崖から飛び降りるまで。終わんないんだから。さっさと現金化させりゃいいのに。向こうが聞いてると、勘違いしちゃうだろ。時間稼ぎじゃないだろ。正当性がないことを。強制的にされてるんだから、この行動しとかないと。日本が認めた。とか、言われるから、それ防ぐために必要な行動。控訴せんかったら、判決を認めた。やはり戦犯企業だ。もっと謝罪と賠償を。ってなるのは、目に見えてるからな。すぐさま強烈な制裁を加えれば、誰も認めたと思わない。日本も、時間稼ぎしてるのは、間違いない。日本政府が、時間稼ぎするとしたら、韓国からの日系企業撤退のための、猶予期間な、出稼ぎ労働者が、損害賠償請求して、それがまかり通るゴミ国家なんて、世界中探しても韓国だけだろうな。日本の美観メディアは、なんでこれを大きく報道しないんだろう。彼らのスポンサー企業に対する、たかりなのに、中央公論2012年6月号、チョン・テギュン、旧在日は強制連行されたの？ A、徴用者はたった245人です。朝日新聞1959年7月13日。旧在日は帰りたくても。帰れなかったの？ A、戦前の在日人口200万人のうち、140万人が終戦直後に帰国しました。つまり帰れました。旧、どうして60万人は、日本に残ったの？A、朝鮮でペクチョン、と呼ばれた奴隷階層が多く、帰ると差別されるからです。また、戦後ののさくさで得た財産を、放棄するのが惜しかったからです。旧、A、じゃあどうして在日が、被害者面しているの？ A、日本人に罪悪感を抱かせるしか、自身の存在を、正当化できないからです。日本が買う韓国製品も少ないというのに、対日赤字しか見ていないのがわかるコメントだな。日本から輸入している部品や素材で、サムスンや LG は製品を作って海外に売ってるんだぞ。今まで通りの日本だったら、こんなにまともな書き込みはなかったって思う。自分たちの首が締まってきて、文に対して不満がたまったから、一見日本用語のように見える。書き込みが増えただけだな。笑うよな。売りならフィルターを通すと、日本が時間稼ぎしてることになるのかよ。お前らが、すぐ現金化すればいいだけの話。日本は一貫して、対抗措置を取るって、言ってるだけだぞ。反応が見事に二分されてて、結局、朝鮮の多数派は何？って、なるのがよくわかるわ。ま、現実は、朝鮮が国家間の条約を無視して、日本企業の資産に、勝手に手を出そうとしている。そして日本政府は、その身勝手な対応に、制裁せざるを得ないわけだから、大義名分はこちらにある。仮に、今回の日本側の対応に、朝鮮が騒いだとして、それは、条約を無視した上で、わがままを言っているだけ。下関条約第一条を破棄して、朝鮮を中国の属国に戻してやれよ。れっきとした国際条約だから、少なくとも、日本と中国の間では、
効力は発生するぞ。まあ中国からも何かもらわないと割が合わんが、自分的には韓国と縁が切れるだけでもいいと思うくらいだ。2018年10月、それぞれ1億ウォンを賠償するよう判決。当時は日本円で1000万円だった。現在は日本円で890万円だ。そもそも差し押さえた PNR の株は非上場だし、一体誰が買うんだ。残されている資産も価値のないものばかり。共同出資のポスコも引き取らないと言ってるし、引き取った企業はリスクだけ。ムンの反日政策も面白くなってきたな。日本の政権交代を待っているのでしょう。次の石破政権は脅しに負けて自ら妥協案を出すだろうから、そこまで持久戦ですね。日本は法と政府が一つなのか。国際法、外交条約より裁判所、国内法が優先されるのであれば、もう政府は国の代表ではない。裁判所が韓国の代表だってか。韓国政府は直接介入してないだけで、異例の裁判官人事でムン大統領の都合のいい判事を任命したり、思いっきり関与してる。さすが詐欺世界一の国。韓国人は一度でも請求権協定に目を通したことがあるんだろうか。韓国人は一度でも韓国も批准する国際法、条約法、条約に目を通したことがあるんだろうか。一般市民だけではなく、韓国司法や政権の人間も当てはまってしまうこと。もしすでに熟読した上での言動なら、韓国人は人間じゃないね。おぞましい妖怪だよ。目を通してるわけないだろ。半世紀の間、コリアンは条約の存在さえ秘匿されてたんだぞ。韓国が最近までクーデターを繰り返していた。軍事独裁政権だったという事実を日本人こそ知らなすぎる。その時点では植民地が合法であるという前提で両国が条約を結んだので、植民地支配は不法なのだから条約自体が無効ということらしいよ。徴用工に関してはノムヒョン大統領の時代に徴用工の分は含まれているって見解を公式で出してるからな。韓国として今さら植民地支配は不法なんて言えない。まあノムヒョンは自殺してしまったから、韓国では歴史を塗り替えてしまったんだろうけど。以上、日本国内ネットの声。この度、当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在当チャンネルを登録していただいている視聴者様には、予備チャンネルにもぜひチャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には、1パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3タップすると関連チャンネル海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますから、そこをタップしてください。4チャンネルページに入りますので、チャンネル登録をお願いします。5新チャンネルの動画をご覧いただきますと、この間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は
画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また一言でもコメントをいただけたらありがたく存じます。ただヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますのでご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。